まあやっぱり僕はやっぱりね、気になってんのが、やっぱ堺市長選ね、やっぱその、なんていうんですかね、今の現職の竹山市長が、勝つかどうかっていうよりも、まあはっきり言って、橋本さんの維新がね、今後終わるのか、それともですね、まあ、あの V 字回復っていうかね、今まで落ち込んでたのがですね、この市長選で勝つことによって回復するのかと、まあ、それによって政界再編とか、新党とかね、そういう動きに、つながるのかどうかっていうので、まあ、そういう意味で、注目してる人、まあ、一部だと思うんですけども、まあ、これがですね、まあ、ずっと、僕は前から、やっぱり竹山さんの方が優勢だと。まあ、それは別に当てずっぽうで言ってるわけじゃなくて、まあ、いろんな情報をね、選挙プランナーの三浦博史さんの情勢分析とか、あと、なんかネットに出てた、電話調査の、なんちゅうとか、グリーンシップとかっていう会社ですかね。まあ、これ実際に、電話の世論調査をやった、とこがですね、結果を発表しててね。まあ、そういうのから見て、まあ、竹山さんは優勢だろうと、まあ、いうふうに、まあ、僕は言ってたんですけども、まあ、ここに来て、昨日、トースポがですね、その、なんか、橋本さんの維新がですね、堺市長選で倍返し、10倍返しだと、これドラマの半沢直樹に引っ掛けて言ってるんですかね。まあ僕はこのドラマ見たこと、まだ見たことないんですけども、まあそういうの引っ掛けてですね、堺市長選は維新が勝つんじゃないかと、まあいうね、まあこれは本当まあ、トスポっていうのは、その、情勢分析の信憑性っていうのが、よくわからないんで、まあそれは、まあ話半分かなと思ってたんですけども、まあ今日になってですね、また三浦博史さんが、前回竹山さんがね、まあ優勢のまま、投票日に行くと、まあ、言ってたのに、言ってたんですけども、まあ、今日になってもう一回、情勢分析のですね、発表をですね、ご自身のサイトにされてたっていうことで、まあ、これがね、やっぱりその、注目すべきとこかなと。まだその一般のね、新聞各紙はですね、まだその世論調査の、情勢調査の結果というのを発表してませんから、まあ、これがまあ、序盤の、情勢調査に匹敵するんじゃないかなと思うんですけども、まあ、やっぱりですね、それを見ると、竹山市長、現職のね、竹山さんの方がまだ優勢であると。まあ、ただ、三浦さんの分析以外にもですね、なんか分析されてる方が、っていうか情報がね、いっぱいあって、最後の最後に、橋本さんの維新のね、候補の方が、逆転するんじゃないかと。まあ、そういう見方もあるけども、と、やっぱり、そうそうね、サプライズっていうのは起こらないということで、まあ、このまま、やっぱり竹山さんが、優勢のままですね、投票日に、お迎えるということを書いてですね、やっぱりそうかなと。うん、まあ、自民党の独自調査でも、8月末ではですね、16ポイント、竹山さんの方が、優勢だということを、まあ、これは橋本さん自身が、講演会で言ってはるんですよね。自民党の情勢調査は16ポイントと。まあ、ほんで僕が見た、ネットにこれ書いてある、の電話世論調査の、会社がですね、8月の末時点で、12ポイントの、差をですね、竹山さんがリードしていると。しかもこれはですね、そのまだ投票に行ってないっていう人たちっていうのがどれぐらいいるのかと、まあ普通の、首長選挙だったらですね、大体もう4割とか6割ぐらいね、まだ決めてないという人がいるんですけども、まあもう8月の末時点ですね、もう誰に入れてるか決めてる、まだ決めてないっていう人が 26% ぐらいしかないと。だからもう本当その7割ぐらいの人がですね、もうどこに入れるか、投票するか決めてるっていうことで、もうすごくね、はっきりしてたかなと僕は思ってたんでね。
まあ、本当にサプライズっていうかね、ここで橋本さんがドーンとね、なんか言ったりとかしたら、それひっくり返るのかなっていう、あるかもしれませんけども、今のでもやっぱり維新っていうかね、橋本さんの維新っていうのがもう勢いがなくなってると。まあ、しかもですね、つい2日ぐらい前ですか、台風が来ててですね、大阪市に避難勧告が出たと、これ初めてらしいんですけども、どこ区でしたか、住吉区とかですかね、なんか3つぐらいの区に、避難勧告が出てたんですけども、まあ、その最中にですね、朝にね、避難勧告について、あんまり触れへんとですね、堺市長選についてのツイートばっかりね、ツイッターでやってたと。竹山さんはどうたらこうたらみたいなね。だからなんかそれもですね、やっぱりそれが、その大阪市民の安全よりもですね、堺市長選の方が気になるのかと、市長のくせにね、市長どころか元府知事やった人ですからね、橋本さんっていうのは。まあそういうのも批判もあって、まあそれが、新聞記事にも、昨日今日あたりに、バッと出てたっていうことで、まあそれはサプライズかね、サプライズとは思えないよなと。まあやっぱりマイナスとしか思えないんで、まあこのね、15日、告示されたんですけども、15、16、17、連休やったんですけども、期日前投票っていうのが、16、からなんで、16、17のですね、投票具合っていうのがどうなってんのかなと、まあ思ったらやっぱりあんまりね、もうちょっと伸びてんのちゃうかなと、だからなんか竹山さんがいいとかね、橋本さんの維新の候補がいいとかってそういう話もあるんですけども、やっぱり橋本さんの維新自体がですね、もうすごく勢いがなくなってるっていうのが、まあ読売とか、いろんなとこ載ってたんですけども、まあ、Google 検索で橋本さんについての、なんか検索結果っていうのが、なんか J キャストニュースにも出てたんですけども、まあ、6月時点の、都知事選の時のですね、100としたら、今橋本さんの検索されてる数っていうのが、5ぐらいしかないと。もう一気にですね、もう、なんていうんですかね、もう、全然みんなですね、橋本さんに興味がなくなってると、まあ、いうこともあってね、まあ台風で批判とかあってもですね、まあ、それほど、注目されてないと。いうのはですね、やっぱりマスコミの力を借りて橋本さんっていうのは、ここまで来たっていうのもあってね、まあも、当然ですね、マスコミも、橋本さんをですね、まあ持ち上げたりとかしてね、無批判に、持ち上げたりとかしてたんですけども、まあそれがもうダメになってきてんのかなと。なんかいう感じがしますよね。まあそうするとですね、やっぱりその、組織票を持ってる、竹山さん、もうこれ自民、公明、民主、あ、公明は違いますね。自民、民主、共産、社民党、他いろいろですかね。みんなの党が中立ですかね。まあ公明党が、対応を決めてないんですけども、まあ公明党も一応、都構想反対でですね、まあ今日の情勢分析とかの読んでると、公明党がですね、寝返って、橋本さんにつくっていうことは、まあないかなと、今のとこね。まあやったらですね、やっぱこのままですね、竹山さんが、優勢のまま、やっぱり投票日に、迎えるのかなと、いう気がしてね。だからまあ僕なんかやっぱりその、橋本さんの維新の会っていうのがですね、まあ、あんまり好きじゃないっていうか、もう無茶苦茶ですからね、その大阪市政に関しても、本当にもうセクハラ区長とか、セクハラ校長ですか、区長もなんかありましたよね、なんか、だからそういうのがあって、もう、ちっとも良くなってないと、大阪府もね、大阪市もね、維新の松井さんが府知事ですけども、まあだからね、まあ、
当然かなと、負けるべくして負けていくような気がしますけどね、僕はね。まあ、あとその維新の候補もですね、明日明後日ぐらいですか、なんか演説会あるんですけども、まあ、そこに橋本さんがですね、応援演説に、なんか来ないみたいですね。なんか松井さんだけ来てですね、もう橋本さんも、もう選挙傾向が、結果がね、まあ、分かって、もう諦めてんのかなと、僕は思ったりしたんですけどね。まあまだわかりませんけどね。まあ何が起こるか、わかりませんから。まあ維新はなんか個別訪問とかやってたみたいでね。まあそれのことで総力戦と橋本さんが言ってたのかなと、国会議員読んで。まあただ三浦さんによると、それをやってもですね、ひっくり返せるもんじゃないだろうと。まあ僕もそう思いますしね。まあやっぱこうなってくるとやっぱもう、橋本さんの維新もですね、もう終わりかなと、まあ長いようで短かったなっていう気がしますね。まあ橋本さんが府知事になってからですね、まあ大体4年、まだ4年ぐらいしか経ってないですもんね。1期もやってませんからね、府知事も、市長も、まだ1期経ってませんから、まあ。やっぱりなんか一発芸人的な感じしかしないですね。まあ僕に言わせればね。もうその橋本さんが、ああだこうだ、発言してですね、マスコミを賑わすっていうことも、まあなくなってきましたしね。まあそういうことから行くと、終わりかなと。やっと来たかなと。この時がっていうね。なんかそういう感じがしましたっていうことで。まあまだわかりませんけどね、やっぱりその最後の最後までその戦いっていうのはね、選挙戦っていうのはわからないっていうことにしときましょうみたいな、なんか、まあこれでね、本当そのなんかもう楽勝やと思われてもね、それはそれでやっぱりダメになりますからね。まあまあとりあえず良かったかなということで。